今日はで最後、ね、宇宙型低周波重力波検出器ですね。前にカグダというね、地上のやつをやりましたよね。はい、で最後、ね、英語ではここに書いてありますね。このデシヘルツ、インターフェロメーター、グラビテーショナルウェーブオブザバトリーと書いてありますよね。これここの、ね、大文字のところこれつなげてデサイゴですよね。これは大型地上型 の重力波アンテナですね、カグラですね、はい、この前にやったやつなんですが、この次に計画されている日本の次世代のレーザー干渉型の宇宙重力波検出器で、最大の目的は重力波で宇宙誕生直後ですね、10-36秒から10-34秒を直接観測して宇宙誕生の謎を解き明かすことですね。で、電磁波ではですね、宇宙誕生38万年以前は観測が不可能なんですね。38万年以前はプラズマ状態になってるんでね、電磁波は外で出てこないんで、ね、これ以外にも宇宙の膨張加速度の計測によりダークエネルギーの性質の解明や、銀河の中心にある巨大ブラックホールの観測も期待されているね。でこれがまで最後ね、3つのこう衛星でね、でこの距離がですね、アームレングスって書いてありますね、1000キロなんですね。これがね、非常にね長いですよね。でここに鏡がこうついてますけど、鏡の直径が1メートルで、鏡の重さが100キロですね。でレーザーウェーブレングスが530ナノメートルとかね、がレーザーのパワーは10ワットね。であとこういろいろ書いてありますね。はい、で、宇宙空間にですね、正三角形に配置された3機のドラッグフリー衛星ですね。ドラッグフリーはまた後でやりますが、で長さが1000キロ、3台のファブリーペロー光共振機を構成してですね、空間の歪みとして伝わる重力波を捕まえるというね。で重力波によって引き起こされる衛星間の、微細なごく微小な変化をレーザー干渉計で計測するというですね。で宇宙空間では地面の振動による影響がなくてね、長大な線長が取れるというね。で地球でやる場合はどうしても地球が丸くて、それで重力の中心がその真ん中にあるんで、こう長くなると上からこうね、ワイヤーで吊るすと平行じゃなくなっちゃうんですね、長くなるとね。だから10キロ程度しか取れないんですけどね。で地上型重力波干渉計と比べてより低い周波数のね、領域10ミリヘルツからね、1ヘルツで高い変異感度、これがね、長さとその、ね、デルタ L で L の分のデルタ L、 この比がね、10-23乗で、これヘルスの2分の1乗でこの割ったこの単位ですね、が得られると。でこれはどういうことかというと、必要な感度はですね、地球から太陽までの距離1億5000万キロで水素原子が1個程度の変化を計測することなんですね。非常に大変なことですね。はい、で重力波の存在についてはアレシポの電波望遠鏡でパルサを観測していたティーラーとハルスがですね、連星中性子星の公転周期が重力波放出でエネルギーが失われて公転周期が短くなることを観測してですね、重力波放出による変化予測とね、こう一致したんですよね。ここにデータがありますけどね、はい、これがずっとね、連星中性子星でね、だん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 その重力波を出すことによってエネルギーが失われてね、この回転周期がこう変わってくるっていうやつをね、このね、この予想値とその実測値がね、一致してるんですね。だからこの公転周期の変化から間接的な重力波の間接的な証拠はもう得られています。ということでね、ここに書いてありますかね、重力波放出による変化予測と
ね、一致したことで間接的に証明したんですね、重力波があるってことはね。で、連星中性子星の発見でこの2人は1993年ノーベル賞を受賞しました。で、重力波と物質の相互作用っていうのは非常に小さいんですね。だから物質があっても影響されずに、ね、この重力波は通り抜けちゃうので他の観測手段では観測できない場所、ね、銀河の、銀河のや星の中心、それからブラックホールとか、ね、宇宙の始まりの、ね、ビッグバンの、ね、近傍などを直接観測して情報が得られるということですね。はい。ここでアレシブの天文台の説明しますとですね、はい、これはね、007の、ね、映画を見たことがある人は、ね、分かると思うんですが、プエルトリコのね、プエルトリコってね、キューバの近くですね、はいはい、そこのにある大きなそういう盆地をみたいなやつをね、利用してですね、直径がですね、これがもう300メートルもね、305メートルもあるね、直径の望遠鏡ですね。ところが彼は大きすぎて、自分ではその望遠鏡は動けないので、地球が動く、動いて、その地球の動きを利用して、いろいろ星を観測するというような電波望遠鏡ですね。はい。重力波の観測方法を大きく分けて2種類ありますね。共振器型っていうね、共振器っていうのは、ね、金属の塊ですね。で、鉄筋のようにね、固有の音を持っていて、重力波が来ると振動します。この表面の動きを光を使用して、測定するっていうね、昔はこれが多かったね。で、最近はこっちのレーザー干渉型ですね。レーザー干渉型は基本的には鏡を2枚できるだけ動かないようにして置いておいて、その間の距離をレーザーを使って測るっていうことですね。で、重力波が来ると2つの鏡の間の距離が、ね、伸び縮みするので重力波が来たことが分かります。ただ絶対値を測るより長さの差を測る方が測定精度が良くなります。そこで2つの鏡を角度のついた交わった2つ直線上の交点からそれぞれ別の直線の同じ距離のところに直線に直角に置くと交点から二方向に同時に出た光が反射して戻ってきたときに交点で干渉するんですが、重力波がないときは光の波の山と山、谷と谷が重なって明るく光るんですが、重力波によって2つの鏡までの距離が変わると波の位相がずれて明るさが変化すると。まあ原理的には2つの鏡の間の長さをレーザーという正確な物差しでずっと測っているだけだということですね。レーザーで距離を測ることは、まあ、今一般にね、普通の測量なんかもみんな使ってますよね。はい。で、共振器型、レーザー干渉系ともにですね、重力波を測るには、重力波以外の原因で共振器や鏡は動かないようにしなければなりませんということね。はい。重力波の振幅、まあ、これ、まあ、H と一応してますが、これは時空の歪みを表す無次元量ですね。で、レーザー干渉系の場合は、変異量がのデルタ L は、気仙長の L ですね、まあ、鏡の間の距離に比例するので L を長くすると相対的に変異量が大きくなって検出しやすくなります。で、重力波は光の速度で進むので気仙長が今度は長くなると光が往復する間に高い周波数の重力波の影響は消えてしまうんですね。で、目標の観測帯域に対してはそれぞれ適切な長さが必要なんですね。で、ファブリーペロ光共振器は何度も光を往復させることによって、実効的な光路長を伸ばしてですね、感度を上げる工夫です。タマ300では300メートルのトンネルの中を光が320往復します、ね、三段座像に対してはレーザーの強度が高い方がいいんですが、あまりレーザーの強度が高いと今度は光の圧力で鏡が動いちゃうので、このため鏡を重たくする必要があります。これも国立天文台の川村さんのやつに載ってたやつですよね。レーザー干渉系による重力波検出はアーム長が長いほど感度が良くなって、重力波はね、こういうふうになったりこういうふうになったりね、こう動くのでね、で、この鏡があってレーザーを発射して、ね、こっちとこっちに分けて、で、これ戻ってきたやつをこの光検出器で検出するんですが、ここの鏡がこれ伸びたりね、縮んだり
すると、このね、あの長さが長いと、あの感度が良くなるってことね。はい。それで、あの干渉計を宇宙に持っていくと、つまりもっと長くできるわけですね。で、信号が増えるということ。で、重力波と光の相互作用の時間が長くなるため、で、あのただしで、ね、高周波では信号がキャンセルされちゃうということですね。それからの宇宙に持っていくとノイズが減るんですね。まあ、地面の振動や重力波の揺らぎノイズが小さいと。で、低周波での感度が良くなる。ね。で、これが、まあね、で、最後のさっきやつが、のやつがね、こう書いてあるね。はい。で、まあ、レーザーから発射したやつがこっちとこっちに分かれて、で、ここにも鏡をつけてですね、この鏡の間で共振させるわけですね。行ったり来たり行って、行ったり来たりさせるわけです。で、距離を稼ぐということで、感度を上げるということね。はい。で、こう両方戻ったときに、この光検出器で検出するということね。はい。それから、これはあのファブリー・ペローのね、マイケルソン干渉計、今の話が書いてあります。ここが光、ね、あの共振器になって、あの行ったり来たりしますっていうことがこれに書いてあるね。で、この衛星がドラッグフリー衛星になってますって、一つずつがね、はい、宇宙でもあの太陽風とか太陽光とか宇宙線等のね、あの、まあ、外乱ってよそから加わる力でね、で、これであの鏡が動かないで重力のみ働くようカバーで覆うんですね。で、これを全部含んで一つの衛星になってますけどね。このカバーが鏡に触れないようにセンサーとスラスターで制御するのがドラッグフリーですね。で、これよくあの縦穴とか空中を利用してあの落下実験でね、無重力実験するときにスラスター付きのカプセルで空気抵抗をキャンセルして中を無重力にするっていうやり方をやるときがあるんですが、これと一緒ですね。はい。で、もし重力波が1台 の装置で観測されても方向がわからないので、知るためには複数台必要なんですね。はい。それから、あと、あの宇宙誕生時の重力波、これはあらゆる方向から来てるということですね。はい。これがドラッグフリー衛星とかあの干渉の制御ですね。はい。これはあのだからあのね、こういうところにあのセンサーがついていてね、それであのこのね、これがこう近づく、このこれが覆いなんですね。で、この覆いがこのセンサー、あのここにこうね、ぶつからないように、鏡にぶつからないようにね、センサーで捉えて近づいたら、来そうだったらこのスラスター吹いてね、こっちもね、スラスター、 あちこちにスラスターがついてて、こうあの制御するってことですね。はい。で、今あの世界の大型干渉計ですね、これがこのアメリカのところね、あの LIGO リーゴですか、4キロね。で、このヨーロッパにあるやつがこのね、GO と600メートルとかね、これは弾が300メートルね。それで、あの LCGT って書いてある、これはカグラですね、これ。はい。で、これは分かんないんだけど、これのまたヨーロッパにあるね、あのベルコですか、これは3キロ、ね。これもアメリカにあるやつ、なんか4キロ。はい。で、あの重量波と周波数のね、あの周波数帯っていうとね、こんな表があったので、ちょっとこうにまとめてみました。で、こっちにまとめてみますね。はい。重力波は横波で、その周波数は重力崩壊型超新星爆発では10の10乗100から10の3乗1000ヘルスですね。はい。で、中性子星のあの連星の合体ですね。これがあのぶつかって一つになっちゃうときですね。この時出る周波数が、まあ、10の1乗って10ですね。それからあの、まあ、10の3乗 1000Hz で、ファルサーって言われてるやつが、これも大体一緒ぐらいの、ね、周波数ね。で、初期宇宙からの重力波っていうのは10のマイナス1乗からあの、ね、10の1乗って、まあ、10ですね、 10Hz。 大質量のブラックホールの、 あの連星がこの、ね、ぶつかって一つになるときは10のマイナス3乗からあの10のまあ1乗台10ですね、ヘルスですね。銀河内の、 あの連星ですね、
これは10のマイナス3乗から10のマイナス2乗ヘルツですね。で今度はいろいろ観測装置があって、観測装置大きいと低い、長いと低いのをカバーできるけど高い周波数が今度は消えちゃうということで、それぞれカバー領域がありますね。で多摩300はね、だいたい100から1000ヘルツね、これはこの辺ですね、この辺をカバーしてますね。はい、多摩。それから神楽ですね。はい、神楽ではこの3キロの長さがあるので10の1乗から10の3乗ヘルツ、これはここら辺でね、中性子連星の合体とかね、パルサー、この辺りをカバーしてますね。はい、それから今やっているデサイゴですね、これが1000キロということで10のマイナス2乗からね、10ヘルツですね。これが初期宇宙からの重力波、この辺がねカバーしてますね。はい、それからアメリカとヨーロッパでやってるこうリーサっていうやつがね、これはこの長さがですね500万キロなんですね、ものすごい長いですね。これは10のマイナス3乗から10のマイナス2乗ヘルツね、これは銀河系内の連星ですね、この辺をカバーしてます。でそれぞれ観測装置の感度ですね、タマ300は、ね、10のマイナス21乗、カグラが10のマイナス24乗、デサイゴが10のマイナス23乗、このリサですね、これが10のマイナス20乗ですね。で、これからこれにデサイゴを狙う重力波源ということで、いろいろね、この Z が1以下って書いてあるね、この Z っていうのはね、赤方変異のことを言ってるので、Z は1だと80億光年ですね。この Z の3って書いてあるのは117億光年、Z の5は126億光年ですね。はい、この距離です。で、そうすると1年にね、これだと7200個とかね、200回あるとか。それから中間質量ブラックホールの連星だとね、どのぐらいかっていうとね。SN 比が6000以上取れるっていうことね。はい、レーザー干渉型の宇宙重力波検出機では日本のデサイゴ、アメリカとの NASA と欧州のイサだね、共同のリサ、これ両方とも本計画の前にね、事前計画のパスファインダーっていう衛星を計画しています。でリサパスファインダーっていうのが2015年ね、去年になってしまいましたけど、2015年の12月3日に、ね、クールのね、宇宙センターからベガロケットで打ち上げられました。でなお重力波の波形は理論的に予測できるので、時間的に変化する重力波の予想波形ですね、チャープ信号、これをテンプレートとしてあらかじめ用意しとけですね。それで実際の観測データはこのテンプレートと比較され重力波が検出されますということで、ここだけね、重力波の信号の見分け方というのがあって、ね、これが重力波の一応テンプレートになってますけどね、太陽質量の10倍ぐらいのブラックホールの連星が合体した時はこんな感じですね、だん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 こうね、周波数が大きくなって大きくなって、それで合体したらまたペッとなくなるという感じですね。それからこれ太陽質量の 1.4 倍 の、 中性子星の連星の、ね、合体、これは こんな風になってて、ね、こんな感じでこういうふうになってね、はい、参考にこのリサの軌道っていうね、どういうところもあるかっていうと、こう太陽ですね、はい、でここが地球があって、地球軌道にちょっと傾いたような感じで、ね、こんな感じでね、この三角形がこうね、正三角形みたいなやつがぐーっとこう動いていくという感じですね、はい、これが2015年12月3日ね、ベガロケットでね、この打ち上げたリサパスファインダーですね。でこれがこれが、ね、リサパスファインダーの絵ですね。こっちは推進装置ですね、切り離したところですね、はい、でこっちの方はデサイゴのパスファインダーですね、
で宇宙空間でないと試験できない技術の確認をするというですね、ドラッグフリーの試験ね。だからこういうところにアクチュエーターというスラスターがいっぱいくっついてて、でこういうところにセンサーが、ね、こうついてて、でこの真ん中で試験をして、この外からのこれが全体カバーになってて、外から来る宇宙線とかいろんなもの の影響を、ね、受けないように、重力のみ受けるようにするっていうことね、はい。それでこれがで最後のね、で最後のパスファインダーの、まあ、衛星の、ね、形ですね。一応こんなものを打ち上げようということで、ね、やってるんですね、はい。